なんかね、タイもいたよ。わー、すごいでかいわ。皆さん、サワディーカー。サワディーカー。たっちゃんで、あ、おじいとなっちゃう。皆さん、サワディーカー。サワディーカー。なっちゃんです。今はですね、綺麗なバンサレービーチにおります。バンサレービーチって、ちょっとパタヤより、30分ぐらい行ったとこにあって、あんまりわからん、知らない人も多いのかなと思うんですけど、結構土日はすごいタイ人の方に人気で、多分穴場のビーチだと思います。このビーチ沿いにはたくさんレストランがあって、この中にちょっとたっちゃんの知り合いの方のおすすめのお店があるらしいから、今日はそこに行きたいと思います。行ってみます。じゃあねー。発見。思ったより軽い。ここから落ちてきた。ああ、南国やな。あ、ここや。え、ここ？あった。これ？超ローカルだね。タイもいたよ。読めません。イカいる。え、見てほら。本当や。この子めっちゃ泳いでる。イカの種類が違うのかな。アオリイカだよ多分。大きさじゃない？あ、そこで刺身にしてる。行こう。なんか日本みたいなちょちんも上がってる。イカちゃん。これメニューかな。読めない。お、めっちゃいる。エビとかもいるよ。座ってみよう。どうやったらいいんだろうか。とりあえず座ったけど。さあ、多分これとか言って選ぶんじゃないかな。イカ大きさで多分値段が違かったりするんじゃないかな。そういうことかな。あ、メニュー来たよ。ああ、いっぱいタイ料理もあるんだね。普通に。ああ、美味しそう。もう何でもあるわ。海鮮系もあるし、ノーマルのやつもあるし。あの人たちはなんかずっと水槽見てなんか指さしてる。これサオライカって聞いてみようか。あ、行ってみよう。もう取ってくれてるよ、それ。取れた。でかいのいるよ。めっちゃでか。これはキャノットフィッシング。キャノット。ビッグサイズ。これビッグだね。めっちゃビッグなやつ。これちょっとトゥービッグよね。こっちぐらいはこれぐらいの通訳。400。やっぱ一個一個のサイズで違うんじゃない？じゃあ500。あ、いいよ。おお。エビいっぱいや。あ、うちのエビちゃんもいっぱい。わあ。この場でさ、さばいてくれるなんてもうさ、超嬉しいじゃん絶対。まあわあ。いっぱい。平日でもやっぱビーチ大事な人遊び来てるよね。でさ、ちょっとテイクアウトみたいにしてビーチに持ってってたんだね。それもいいね。タイライフは結構サバイサバイと言って、なんちゅうんだよね。なんて言うんだろうサバイサバイなんだよ。なんでもアイペンライフサバイサバイ、そんなタイライフが結構気に入っています。もう日本に帰れない。でかいな。来たよ。え、すごいでかいわ。うわーい。なんか一匹にこう2羽みたいなのか。そうね。めっちゃ透明。なんかすごい。だってさっきまで来とった。めっちゃ新鮮な。なんか下にさ、これだけなのめっちゃ冷たくなるね。ちゃんとタイスタイル、ジャパンスタイル両方できた。見て、動いてる動いてる。あ、動いた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 。足食べてみる？これひっつくかな？食べてみよう。料理も来たよ。お肉系もあります。あとイカフライも頼みました。うん。あ、待って、もうエビも来たよ。おお。え？やっぱり足かな？足からかな？足からじゃない。なんかギュンってするかも。あ、動いてるわ。あ、ひっつくか。ほら。取れなくなっちゃった。吸盤が見て見て見て。あー、取れてくれー。いただきます。はい。おい。痛い。今のなんかどうやって噛めばいいの？もうこっちについてよかった。口の中ですごいはしゃいでる。長い子たち。あ、そう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 。いただきます。うん。あ。一人で噛む。たまに来るね。しかも吸盤がちっちゃいけんさ、なんかついてさ、そのまま。そうそうそう。今まだ口の中に吸盤が何個かいるんだけど。美味しい。でもゴリゴリして。ね、美味しい。イカそうめん贅沢食い。していい？これいただきまーす。やばい。コリッコリ。全然違う。あ、そう。こうだれてない。ベタってなってない。あら。スーパーマッチ感じ。まだなんかこうタレもんね。タレペタンってならん。うん。マッスル感じるよね。やば、身がね、しっかり。やばいね。なんかちょっと炙ってくれてるのかな。やばい。やばい。プリプリ。プリプリを超えて、コリコリぐらい。うん、やっぱ、エビが最高。タッチはこれ食べてみてよ。イカの卵。何これ？卵って言ってた？イカの卵って言ってる。ほら、プリプリがある。うん。なんか餅みたい。餅？もちもちしてる。プチプチしてないの？卵だから。なんかね、餅みたい。何？餅みたい。弾力があって。へえ。プニプニしてる。へえ。これイカリングじゃないの？あ、オニオンリングかも。イカリングかもって頼んだけど。うん。オニオンリングです。ああ。こっちは？こっちのくるくるってなったやつ。何？オニオン。イカかも。イカかも。ことか。อันนี้อะไรครับสควิดสควิดこれはオニオンオニオン。ああ、てかイカとオニオン食べてわかるの？イカかもってそんな感じなの？味おいしすぎる。食ってみる。これはニンニク。卵？卵こっちで食べて。ああ、確かに。うん。美味しい。手作り感があって、良いです。あんないけど。来た来た来た。おお、あ、ねえ、あ、で、サイサラ。サラ。バラクダ。バラクダ。何バラクダ。ええ。キモい。かます。バラクダっぽいけど、こっちの綺麗な方がバラクダ。へえ。バラクーダってみようかな。ああ、バラクーダちゃん綺麗。うまい。さっぱりしてる。うん、何年癖なく。そう、名前みたいな癖は全然なくバラクーダってないよこっちも食べていい？いいよ。こっちがサラちゃん。サラブリの味。ブリのちょっと水っぽいブリみたいな。ああ、うん、あら、雨降ってきちゃったね。本当ね。いただきます。はーい。うん、本当や。あっさりしてるね。うん、うん、確かにこっちの方が味するね。うん、うん、味っぽいよ。味っぽい？ブリっぽくない。味っぽい。味っぽいんだこれ。味っぽい。ブリっぽくない。ちょっと食べきれずにお持ち帰りになりましたすごい。でも丁寧にさ、ソースもつけてくれて。お会計は1330バーツでした。乾杯かー。乾杯かー。あ、涼しいわ。結構。正直どれが一番だったとかある？でもエビかな、やっぱ。いや、わかる。エビ、いや、イカとエビが同率ぐらい。ね。なんかさ、チョイスが悪かったのかもしれないけど、イカリングもどきみたいなのとかはいらなかった。あれちょっとうべってきちゃった、重かったのと、刺身、あっちのお魚の刺身はちょっと冷凍感があったから、水っぽさがあったから、生きたやつを食べるんやったら切った方がいい。そう、プチプチ口にくっつく感じが楽しかった。釣れたらよかったね、もっとね。あそこでさ。釣りたいね。それでは皆さん、バイバーイ